15時50分、博士の家。あらメールだわ、工藤くんからのようね。頼んどいたよね、灰原に調査を。ほうほう、新一もわしらのことを恋しく思っているんじゃの。そう、その線はないと思うけれど。え、これはん、どうしたんじゃ愛くん。困ったわね。困ったことが起きているよね。アズ対象外で殺人事件が起きたみたい。そうなんですよ、そうまさかね、あの人がやられてしまうとは。なんじゃと。正直最初パッて見た時そういう演出かなって思ったんだけど、本当に亡くなってましたもんね。待って、被害者は東堂宗介という探偵の男。そして現場にはホームズアプリというゲームのアプリケーションが。そうなんか結局また真実カードが関わってきたりとか。ってことは前作のマリオネットシンフォニーの、真犯人、そいつもちょっと一応その、真実カードが絡んでるって時点でちょっとは関わってるってことですよね。彼らのスマホを乗っ取ってるみたい。正確にはアズナビというアプリに侵入したという形ね。ホームズアプリ、初めて聞いた名前じゃの。それにゲームアプリなんでしょ。そしてそのアプリの機能の一つに真実カードシステムが組み込まれているそうよ。つまりあいつが関わっているのは間違いないとは思うんだけどね。そのシステム名なら知ってるでしょ。そうじゃの、確かクローバーヒルズ事件で使われていたシステムじゃな。ええ、そうよ。しかしどうして真実カードシステムが対象外に存在するんじゃ。クローバーヒルズの事件は解決したはずじゃろう。そうね、そうだけど、まずはこのホームズアプリが一体何なのか調べてみないといけないわね。調査お願いします、灰原さん、博士。うむ、困ったわね。休んでる場合じゃなくなったわね。私たちも忙しくなるわ。灰原さんたちはじゃあ実際アズ対象外に来るっていうわけではなく、こっち側で関わるのね。さてじゃあ、蘭姉ちゃんいきますか。15時45分、迎賓館パーティーホール。後藤さん。いやそうだよね、後藤さんは、後藤明恵さんはそりゃ衝撃だよね。だって恋人が亡くなっちゃったんだからさ、目の前で。毛利探偵、警察に連絡はしました。しかし、ただ何分ここは山奥ですので到着に時間を要するということで、どういたしましょうか。そりゃサスが到着するまで待機に決まってんだろ。殺人、事件なんか俺たちじゃどうしようもできないもんね。おや、こんなに探偵が揃っているのにこの人は一体。はあ、誰だいあんた。あ、でも作家さんとか、名のある探偵とか結構揃ってるはいるんだよね、今この場には。死者たる者が私を知らぬとは。ふむ、あまり顔出しはしておらんからな。有名な人？仕方ないとは思うがね。ミステリー作家の香谷、一蔵だ。香谷一蔵？以後お見知りおきよ。有名な人ですか？香谷一蔵、62歳。アズ対象外のオープニングセレモニーに招待されたミステリー作家。警察の介入がある前に、探偵たちが事件解決のため鮮やかな推理を披露することを期待している様子。はあ、なるほどね。推理作家ならでもそういう系統のことは詳しいだろうから。さてここで少々私からの意見も聞いていただきたい。ここにいる探偵の方々の中には警察の信頼を得ている方も多い。何せ名だたる方々が揃っているのだからね。
探偵は事件解決のプロ、彼らに任せない理由などあるかね。信頼してくれてるということですか、我々を。さらに個人的なことを言えば、やはりミステリー作家としては警察の介入がある前に鮮やかな推理を見せていただきたいのだよ。いやまあでもまあ警察の介入はないとダメでしょねえ、殺人事件が起きたんですから。そうですね。まあ事件解決が早いに越したことはないだろうけど、そうですね、加賀谷さん、事件解決は早ければ早いほどいいでしょう。ひゃひゃひゃ、そりゃ議員様はそうだろうよ。悪い噂が広がっちまう前に何とかしたいもんな。あ、まあまあまあ、ぶっちゃけそれはあるだろうけど、いかがでしょう、この人としてはね。いかがでしょうか、探偵の皆様、事件解決の暁には謝礼をお支払いいたします。よろしければ、この対象外のためにも力をお貸していただけませんでしょうか。ええ、無論鼻からそのつもりでしたよ。目の前でね、殺人事件が起きた、探偵としてはね、なんとかしたいですから、解決したい、真犯人を見つけたい、それはもちろんありますよね。この毛利心がいるからには大船に乗ったつもりでお待ちください、はい、すぐに犯人を見つけ出してみせますよ。これ東堂さんがいつ亡くなったかですよね。お願いします。それによってまあアリバイ云々かんぬんもはっきりしてくるだろうし、ではお願いいたします。任せよ。お任せあれ。明恵さん、お父さん、後藤さんは恋人が殺されたばかりなのに、その後藤さんの前で事件解決のことばかり話すのは、まあ確かに今絶対ショック受けてるでしょうから、ちょっと配慮が足りない。もちろん事件は早く解決した方がいいに決まってるんだけど、後藤さん、いや、解いて、え、いや、放っておいてってば。後藤明さんがなんか珍しいですね、ああいう顔を見せるのは。ま、待って、後藤さん、そりゃショックだよな。どうしよう、後藤さん、どこかに行っちゃう。いや、追いかけるでしょ、こんなに人がいる中で。後藤さんのこと気にしてるのがランさんだけっていうのもね、あれですけど、追いかけなきゃ。後藤さんをあのままにしておけない、まあ、まずは目の前の事件に集中するからな、みんな。待って、後藤さん。なんで追いかけてくるの、放っておいてって言ったじゃない。いやだってね、目の前で恋人が亡くなってショック受けてないわけがないから心配じゃないですか。放っておけないですよね、今の後藤さんを放ってなんか置けません。だってすごく思い詰めた顔をしているんだもん。そんなこと、そんなの当たり前じゃない。だって宗介さんが殺されちゃったんだよ、それもあんな無ごたらしく。そりゃそうだ、後藤さん。それなのにみんな自分のことばかり、五十嵐さんだって対象外のことしか考えてなかった、探偵の皆さんだってそう、事件を解決して、いやまあ自分のことっていうよりね、まあ、この事件だから宗介さんのためにもっていうのはあるけどね、手柄を上げることしか考えてない、宗介さんの死はただの踏み台なんだわ、そんなことはないと思うよ、明恵さん、それは違うわ、後藤さん。少なくとも服部君やお父さんは後藤さんの心情も察していると思う。でもそれこそだってまあ初対面じゃないですからね、結構まあ何回か会ってはいるから、その後藤さんの恋人があんな風に亡くなったのをね見たら、そりゃあなたのことは心配ですよ。だからこそ一刻も早く事件を解決しよう、必死なんだよ、解決しようとね。もちろん辛い気持ちはわかるし、みんなの態度に傷つくのもわかる。でも
探偵の皆さんを信じてほしい。決して手柄のためだけじゃなく、この事件で傷を負った人のために、つまりあなたのために真実を明らかにしようとしている。そうだよね新一、真実を追求することは被害者やその関係者を救うことにもなるんだよね。そうだね、明恵さんのためでもあるんです。お父さんは言い方も乱暴だし、お金のためっていう誤解も受けがちだけど確かに。でも、もう根っこはそういう人だからね。誰かのためにっていう、そういう人ではあるから。それだけじゃないんだよ、犯罪をとても憎んでいるし、いつも真剣に事件に向き合うもの。毛利さん、それがおっちゃんの正義。探偵を目指している後藤さんなら、調査に挑むみんなの気持ちも分かってくれるんじゃないかな。お願い。だからお願い、どうかみんなに協力してください。後藤さんの証言はきっと大きな力になると思うから。そっか。そっか、そうだね。うん、毛利さんの言う通りかも。後藤さん。でも分かっているんだけど、心の整理がつかない。証言を求められてちゃんと話せるか、今の私には分からないの。うん、もちろん私の証言が重要なのはよく分かってる。だから毛利さん、あなたにもお願いがあるんだけど、私でできることなら何でも。私に対する質問はあなたにしてほしいなって。え？ああ、なるほどね。私が？やっぱり同じ女の子の、女の子相手の方が話しやすいこともあるし、あなたになら素直に話せる気がするの。ダメかな？どうしよう、私にできるのかな、そんなこと。いや、できるでしょ、ランさんなら。いろんな経験してきた方だから、なんやかんや。うん、私がやらないと後藤さんが信頼してくれているんだから。私だってみんなの役に立ちたい。わかった。わかりました。じゃあ話を聞かせてください。うん。うん。いや、まあそれは傷ついてるよね。後藤さんもね。じゃあ心中お察ししますよ、それは。俺だっていろいろ逆の立場だったら、ねえ、いきなり新一が殺されててさ、で、蘭が傷つかないわけはないんだから、そりゃね、警察の到着はまだ時間がかかるんだったな。あ、ほな、今のうちに調査を進めたろうやないか。うん。気づいたことは真実カード化して、情報をストックしておくんだよね。そういうことや。せやで坊主、どんなことも見落としたらあかんで。そんなの分かってるわ、服部。実際何でどういう、なんか縛られてる感じでしたよね。やっぱ考察的な感じなんでしょうかね。首回りも変色してるな。死因は考察っていうことがやっぱそうか。あのさ、僕ちょっと気になることがあるんだけど。おい、またお前は調査に首を突っ込んで、いいから黙ってろ。しゃあない。まあまあ、ええやないか。坊主の言うことはなかなかバカにできひんで。今までね、今までの流れを見たらそういうことも多かったでしょ。子供ながらに冴えてるところもあるさかい。どうや、坊主の意見も聞こうやないかな、おっさん。ったく、ふん。サンキュー、服部。あのね、首を絞められたらとっても苦しいよね。まあ苦しいよね。はいはい。ああ、何言ってんだ、んなもん足りめえだろ。それじゃあさ、苦しかったら普通は大暴れするんじゃないかなって。確かにね、言われてみたら。そうやな。そうか、東堂さんには抵抗の跡がない。眠らされたか、まあだから何かしらで気絶 させられて、その後に考察、やられたってことですよね。首を絞められた。なるほどな。つまり犯人は気の知れた知り合いだったってことか。あ、その可能性も十分にあるけど。そうやな。
それか何かで動きを奪われていたのかもしれへんな。そうですね、それはちょっと気になるところではありますね。せやけどほんまに無抵抗やったのか詳しく調べる必要もありそうやな。そうだね、平次兄ちゃん。よっしゃよっしゃ、気になるところを調べてみようやないか。あ、コインゲットした。まあなんかもしもね、抵抗したんだとしたらそういう跡が残ってたりとかする。あ、関係ない。ここ何これ。おい、ん、この奥に何かあるな。はあ、どうやら帯留めとそれを収めとるケースがあるようやな。なるほどな。あ、結局そのここにずっとあったってことですね。下に下がってただけで。なるほど、盗まれた演出をした帯留めは普通に舞台下に隠されているってことか。そのあたりは単純な仕掛けだったんだな。イベント用に準備したってところか。はいはいはい。下半身は特に変わったところはないな。やはり死因は上半身の首元。なんて読むのこれ。それで決定的だろう。これは何ですか。ダメや、動きそうにないわ。落下の衝撃で壊れてしもうた。でもよ、なんでハンディカムなんかで、なんでハンディカムなんかこいつは持ってたんだ。おかしないか。せや、それが俺も不思議だな。あのなんかところどころたまに映像でなんかあったけど、それが関係してますか。イベントの進行流れの中で東堂さんがね、橋のところ、あれメガネ橋だっけ、あそこの映像とかあったけど、それでしょ。そっか、二人とも推理ゲームには参加してなかったんだよね。あの雪貞って娘さんが司会やっていたゲームか。そっか、二人とも知らないから。そうだよ。そこで問題を出題するためにカメラの映像が使われたんだ。映っていたのはメガネの形をした橋だったよ。なるほど。そうでしたね。なるほどな、中継映像っちゅうやつか。このハンディカムの横にある機械を見てみや。これがきっと中継映像として流すための通信機なんやろ。ずいぶん小型なんだな。あ、ネットの回線が強くなったおかげで中継も手軽になってきたんや。だからまあその時はまだ生きてたという風になってくるってことでしょうかね。まあテレビ局の中継映像には画質は劣るけどな。確かに時計塔で見た橋の映像はあんまり綺麗じゃなかったかも。平次兄ちゃん詳しいんだね。ああ前の事件でテレビ局の人と会うたからな。ああそんなこともありましたね。そん時話を聞いたんや。へえ。なるへそね。なあ坊主、その時の映像写真に収めたりしてへんか。あ、収めた収めた。そういえば、携帯から撮影したものがあるよ。画質が悪いけど全体像はわかると思う。おーきに。おーきに、それも真実カード化しときや。はい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 。あ、それも大事ってことかな。で、これで閉まってたってことですかね。なんや、この横断幕でなんかねじられてこうね、巻きついてましたよね。この東堂さんの体に横断幕がねじれているな。つまりこうやってねじることで締めやすくしたんだろうな。横断幕そのものじゃヒラヒラして殺害道具には使いにくいしな。たくひでえことしやがるぜ。よりによって歓迎用の横断幕で殺人を行うなんざ。これは入り口の、大門に飾ってあった横断幕と同じもんかね。こっちの横断幕の方が文字に少しだけ歪みがあるように見えるね。そうやな。せやな、誰かが手書きで書いたもんなんやろ。
はい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 。これでまあ首が締められていたということ。あ、横も調べられる。舞台の袖幕か。厚い生地だから閉じていると音が漏れにくいな。え、あとどこよ。調べたんじゃ。あ、手元。ねえねえ、フォードさんの爪の中に何か入ってない？こりゃ布の繊維のようだな。大方横断幕の繊維なんだろうよ。おそらくもがいた時についたんじゃねえか。あれれあれれ、何かおかしいな。なんだ。コナンがあれれを言う時は重要なんじゃないですか。これ何がだよ。だって横断幕の繊維なら同じ色の白色になるはずだよね。でも爪に挟まっていた布の繊維は明るい青色。それだとなんだかおかしくない？ってことは違う布の繊維？なるほどな。この繊維は証拠品になりそうやな。真実カードにしときや。お？青色っぽかったぞ今見たら。青色？はいはいはい。東堂さんの遺体から得られる情報はこれくらいか。あと気になる点といえば、そういえば舞台、上が妙に暑いことだな。ねえねえ暑い？ねえねえ、なんだかさ、この舞台ってすごく暑いよね。はいはい。足りめえだろ、ライトが全部ついてんだからよ。はあ、暑い。役者ってのも大変だよな。舞台の上が死ぬほど暑かったとしても涼しい顔して演技しなけりゃいけねえもんな。あれ、こうやって温度を変化させるっていうのはまあなんかありがちなパターンで、死亡推定時刻をこうなんかなんつうの紛らわせるというかね、死後硬直うんぬんかんぬん、その辺をなんかまあ偽装するというか、そのためにそのため今ね、コナン君もテレレンってなりましたもんね。ここを熱くしてるっていうのはライトが全部ついているか。これも真実カード化しておいた方が良さそうだな。ってことはってことはよ、まあまるで今亡くなったかのように見せといて、実はもっと前に亡くなってたっていうパターンのやつでしょ。要するに言いたいことは、温めてたってことはさ、現場の調査はもうええやろ。次は聞き込みやけど。おう。それならあのお嬢さんに話を聞くのが一番だろうな。被害者と一番親密な関係にあったのは後藤さんだ。まあ、後藤さんは蘭姉ちゃんが話を聞いてくれるっぽいからね。そういえばさっき蘭姉ちゃんが後藤さんを追いかけていったみたいだよ。せやったらさよか。ほなお姉ちゃんに任せといた方がええ。今聞き込み中で無理やり話を聞き出そうとしても厳しいやろ。そやな、せやな。蘭、悪いがそっちはおめえに任せたぜ。ちゃんと分かってますね。平次もコナンも。お、ここでザッピングキャラを選べ。いやまあやっぱりお父さんの話は気になるから。16時10分、迎賓館エントランス。じゃあ後藤さん、事件前までのことを教えてくれませんか。東堂さんの行動や後藤さんのことも。時計塔の前で言ったと思うけど、私たち前日から対象外にいたんだよね。あ、言ってましたね。前乗りしてたと。確か東堂さんが旅行を企画したからでしたよね。でもあの時、後藤さん何か言いかけていたようなあ、なんか言ってましたね。あの、そうだよね、私のためだよね、私のためなんだよね、他の
何々のためじゃないよね。聞いてみよう。他の女の影を匂わせた、そんな感じがしましたよね。時計塔の前で言いかけたことって何だったんですか？時々東堂さんが何を考えているのかわからなくなるって、あれは私の思い違いかもしれないんだけど、宗介さん、旅行がしたいっていうより絶対にここに来なきゃいけないってそう思ってるような雰囲気だった。旅行のことも急に決めちゃって、もちろん私も不思議だったから何かあったのって聞いたんだけど、でも明恵ちゃんが気にすることじゃないってそれしか言ってくれなかった。うん、なんかあるな。そうですか。やっぱり東堂さんは何かを隠していたのかな。それに旅行も楽しそうじゃなかったし。え、そうなんですか。うん、うん、なんだか上の空な時が多くて、携帯をチラチラ見てたし。携帯ですか。はあ、悪いなって思ったんだけど、一回盗み見しちゃってはいはいはい、何見てたんですか、宗介さんは。その時はニュースサイトをチェックしていたかな。ニュースサイト、そうですか。これってこれみんなに伝えた方がいい情報だよね。さっきアプリを見たら真実カードシステムがあったわ。これ使って大丈夫かな。すぐにでも情報が欲しいかもしれないし、今は利用してみよう。あとまあちょっと気になるのは、本当は東堂さんがやるはずじゃなかったんだよね。穂積さんが本当はアイドル探偵のその人がやるはずだったのに、だからまあ急遽東堂さんに変わったっていうところもちょっと気になるところ。あと私のアリバイ証明もした方がいいよね。はい、お願いします。後藤さんを疑うわけじゃないけど、真実を明らかにしないといけないから。うん、うん、分かってる。前日に対象外に来て、大体は二人一緒にいたんだけど、お昼くらいかな、別行動を取った。五十嵐さんと話があるから明恵ちゃんは控えてくれって。はあ、はあ、そう言ってたかな。五十嵐さんと、ちょっとあの人にも話を聞かなきゃいけないね。その間暇だったから何かできることを探していた。あ、なんか情報が追加されてるね。迎賓館の舞台で吊るされた姿で遺体となって発見された。前日パーティーの主催者である五十嵐清子さんと何やら話をしていたという。怪しいですね。で、後藤さんは何してたの。その時迎賓館のパーティーホールは明日のパーティーのために準備をしてて、スタッフの人にお手伝いが必要か聞いてみたのよね。それであれ、どうしたんだろう、急に歯切れが悪くなったけど。うん、何何、それで何を。まあお手伝いのことは大したことじゃないから気にしないで。ん、何これ、真実カードチャン、あ、これは前作もありましたね、真実カードチャンスまあ一応説明見とくか。真実カードチャンスが始まると、それを知らせるアイコンが上画面に表示されます。はいはいはい、アイコンが表示されている間に適切な真実カードを使うとストーリーが進展します。持っている真実カードの中から1枚選んで使うを実行しましょう。アイコンの下にあるカウントは残りの発言数を示しています。あ、何回かチャレンジできるということですか。はいはい、パーティーホールでの手伝い、それってもしかしてあのことかな。いや、特に今のところはまだ多分パーティーホールでの手伝い、
まさかこの横断幕書いたの違うかな。これかな。実はそうだ、やっぱりそうか。それって横断幕のことですか。あ、やっぱそうなんすね。あの文字、女性が書いたような可愛らしさがあったから、もしかしてそうかなって。うん、うん、その通りだよ。あれは私が書いたの。それがまさか。そんなこと。宗介さんを殺す凶器になるなんて。そっか。まあまあまあ、それを考えると苦しくなりますね。やっぱり犯人のこと絶対に許せないよ。私もそう思います。絶対に捕まえましょう。うん、うん、でもてっきり横断幕は使われないんだと思っていたわ。え、なんで？だってパーティーの最中には舞台上になかったし、ボツになったんだと思ってたけど。それってきっと推理イベントが終わった後に披露する予定だったんですよ。そうかもね。ごめん、話の続きをするね。今日のアリバイのことだけど、お昼くらいに迎賓館に集まってあなたたちと会って、それからは毛利さんが知っている通り私も推理ゲームに参加していたから。はいはいはい、毛利さんと同じアリバイがあるよ。まあ2時半ぐらい、2時だっけ、14時、あの時計塔で映像をあれしてた時はまだ喋ってたから、一応ご健在ということでって考えたら、そっからは、あとはずっと一緒にいたから、まあ、確かにアリバイはありますね。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます、後藤さん。きっと調査に役立つと思います。うん、うん、後藤さん、早く事件を解決して彼女の気持ちを少しでも楽にしてあげたい。本当は迎賓館の中にもいたくないはずだよね。そういえばその子たちは大丈夫かな。迎賓館にはまだ来てないみたいだけど。ああ、そうだね。てか、あの少年探偵団全然絡んできてないじゃん。後でメールを出しておこう。そういや、そうだな、全然絡んできてはじゃあいないが、じゃあ私の話せることはこれくらいかな。他に毛利さんが聞きたいことはある？もう後藤さんに聞くことはないよね。まあ今のところは真実カードにも後藤さんに質問できそうなものはないし、あんまり拘束するのも悪いよね。大丈夫です、後藤さん。ありがとうございます。 お話聞かせてくださってありがとうございました。どういたしまして。あとはお父さんたちと合流してみんなの推理に任せるしかない。私ができるのはここまで。なんかこの BGM なんか久々に聞いた感じがする。でも本当にこれで良かったのかな。もし後藤さんから東堂さんとの情報をもっと聞き出せるような、そんな真実カードがあったら。え、何、どういうこと。私ができることもまだあったんじゃないのかな。え、もっとなんかできることがあったの。あれ、バッドエンドに向かってますよ。として嘘だろ。